4本でラウンドするサルゴルファーハゲ、歩ける限りゴルフを楽に楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲ、パーシモンハゲでございます。今回の動画は蛍原さんに届けたいという動画でございます。何かと言いますと、もうすでに動画の方はアップしたんですが、北八つゴルフクラブという練習場とショートコースが併設しているところで、レジェンドゴルフトーナメントというね、もう超スーパーレジェンドプロゴルファーの皆さんがショートコースで真剣に勝負するというものが行われたんですけど、それをまあ私見に行きまして、そこでホトゴルフの蛍原さんとお会いしまして、で運よくですね、少しお話もさせていただいたんですが、それでですね、蛍原さんの最近の配信の東筑波カントリークラブ、合ってるかな、そこでラウンドしてた動画を見まして、ちょっとドライバーでですねトップしたり、長めのクラブでの左引っ掛けちゃったりとかっていうミスショットがあったんですね。でそれ見てて、ああもう伝えたいなということがあったので、伝わるかどうか分かりませんが、まあこれは私のチャンネルの視聴者の皆さんにも参考になるだろうなと思って、このような動画を撮影し始めました。でその見てない方、ぜひね見ていただきたいんですけど、ホトゴルフの蛍原さんが東筑波をラウンドしてる動画が最新の動画だったかな、であるんですけれども、その中で5番のロングホール、5番ロングホールのグリーン周りのガードバンカーに入れたバンカーショットがちょっとクリーンに当たってホームラン気味になったんですね。それがめっちゃくちゃいい打ち方だったんですよ。どういう打ち方かっていうと、まあ、バンカーショットなんで足場悪いですよね。だからバンカーショットなんでそんな体動かないですよね。私がいつも言っている右足ベタ足でヘッドが綺麗にストーンと落ちてた打ち方だったんですね。なのでこの横から撮ってた映像ですと、クラブがストーンと落ちてたので、フォロースルーでこっちからの映像で左腕がこうやって体のこうやってはみ出てなかったんですね。ヘッドが綺麗に落ちて、フォローで綺麗にクラブが立っていた。これが5番のバンカーショットで、そのバンカーショット蛍原さんのコメントが、こんな飛ぶんだみたいな感じのコメントされてたんですけど、あれめちゃめちゃいいスイングだったんですね。でドライバーとかが他がどうなってるかというと、バックスイングはさほど変わりないんですけど、ダウンスイングでも右足早い段階で上がっちゃって、軸が左にずれて、やや体が左に開いて、で手で合わせにいっているので、フォローがこの横からの映像だと全部こうやって肘がはみ出てるんですね。体からこの体の幅の中に収まってるんじゃなくて、こういうふうにはみ出たフィニッシュになってる。それだけ左にずれる、開く、左肩が離れるから肘引ける、でドライバーで頭叩いちゃったり、7番ウッドで左引っ掛けちゃったりっていうのが出てたんですよ。あのバンカーショットみたいにここで打てば全部良くなりますよ、ただそれだけなんですよっていうことをお伝えしたかったのと、あと蛍原さん、この私回しもんでも案件でもこれ何でもない、ただいいから皆さんにお伝えしてるんですけど、このトルネードスティック、これを振ってるだけでもう蛍原さん絶対上手くなります。こう行く人はもうとにかくこれなんですよ。まあそういう人だけじゃない、あの全てのゴルファーに言えるんですけど、これのロングのソフトです、これです。これグニャグニャなんです。グニャグニャだから勝手にこうやって行くんです。要は全部あのバンカーショットの振りができるようになるんです。これそれが基本なので、この柔らかいものをこうやってはなかなか振りにくいんですよ。こうやってはあ、まあ触れちゃうかな。だからこれを
ベタ足でもう体の回転なんか考えないで、とにかく先端がこうやって背中に当たるように振っていると全部良くなりますし、もっと長いクラブ楽になります。長いクラブでのコントロールがもっと楽になります。もうそれをねお伝えしたくて、まあ、届くか分かんないんですけど、でも音原さんと一緒にいらしてた方、フォトゴルフのディレクターさんかなと思うんですけれども、私のチャンネル見てくださってるってことだったので、届いたらいいなと思って動画にしてみました。なんだってね、ここでこうやって撮影してる、後ろ車ビュンビュン通ってるところでやってますよねっていうね、話をしたので、うわすげえ本当に見てくれてんだと思ってすごい嬉しかったんでね、まあ、そんなこともあり、ちょっと今回このような動画を作ってみました。もうね本当にもう蛍原さんもね中高年ですからね、本当これやってほしいな。もうあれも全然変わりますよ。もうスイング変わりますし、もう弾道全然変わります。もうバンカーショットのあれだけであんな飛ぶんだって言ったのが、他のクラブでも全部こんなんであんな飛ぶの、これだけでいいのっていう感覚がどんどん出てきます、これでやってると。いや届いてほしいな。ということで今回は蛍原さんに届けたいというこの私の思いを動画にしてみました。でもこれね、見ていただいてる視聴者の皆さんにも同じことが言えるところはたくさんあると思いますので、皆さんもまだ持ってないよとか、この間もね倉庫で眠ってたけどまた振りますっていう方コメントくれたんだけど、これトルネードスティックのロングのソフトです。私はもうこれ何年だ、20代から振ってるから多分ねもう20年ぐらい使ってます。これその間にね名前が変わったり色が変わったりしたけど、本当にねいい練習器具なのでおすすめでございます。ぜひ皆さんもやってみてください。ということで今回も最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう。ありがとうございました。